皆さんやってまいりました大西講座の時間です。イエイ。コメント欄であった反発のもらい方をどうしたらいいかお願いします。はい、はい、なんか球技の選手と陸上選手の走り方の違いが顕著だなっていつも思うんですけど、球技系の選手っていうのは物体に物を伝える、なのでなんかボールを蹴るとか来たボールをこの跳ね返すみたいなのが多くて、どちらかというとゼロスタートからよいしょとジャンプする感じなんですよ。はい、でも短距離ってどっちかっていうとこの曲編もスタートであるんですけど、はい、その後40何歩とかは来たものをタイミングを跳ね返すみたいな、こういうボックスに飛び乗るっていうよりかは降りて乗るみたいな。球技系の選手 50m の短い距離なので、はい、その反発をもらって走る走り方よりも大きな力を出してガツガツ走ったのが速かったりするんですよ。なのでもしかしたら、投擲選手とかもそうなんですけど、スプリンターよりもショートダッシュが速かったりとか、で変わらなかったりすると思うんですけど、はい、やっぱりその後どれだけ速いかってなると、やっぱり短距離選手がかなわないと思うんです、はい、それはどっちかっていうと、この降りてくる、このもらって飛ぶっていう能力が、速い人ほど高いんじゃないかなっていうふうに思うので、弾み方ってとっても大事なんだと思って、はい、なるほど、はい、もうちょっと分かりやすく言うと、ターンとガラボリタの、このついてる時間にどれだけ大きな力を出せるか、はい、それによってストライドが決まっていくんですよ。短時間で大きな力を出すといって、これジャンプ練習とか、でそもそもの力が大きくなるようにウエイトトレーニングが大事です。なるほど、はい、ただ使い方としてはこの降りてきたものをタイミングよく跳ねたい。その時に大事になってるのが人間の背骨、360度ぐらい、はい、250度ちょっとなんか、はい、すごいあれ、はい、背骨ってこういう骨がガー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 そもそもなんでそうなってるかっていうと、これ折れた時の衝撃をうまくこう逃がすために湾曲してるんですよ。だからそもそもこうやって折れた瞬間にはどうしても力を逃がす能力が人間には働いちゃう、働いちゃう。だから逃がさないために体幹をしっかり固めてここでバスッともらえる、その本能と別のことをやんなきゃいけない。うわ、え、超分かりやすい。体幹トレーニングが大事、必要、はい、おい、聞いたか今のマジで。体幹トレーニング、体幹トレーニングって皆さんよく言うけど、体がぶれないとか、そういう腹筋なので、はい、まあ、この方によく説明するのに、はい、栄養の髪をこう落としたらこうなるの、はい、どうなると思います？ひらっとこうなっちゃう、はい、だから、腹筋とか体幹が締まらないってことはそういうことなんですよ。くにゃん、はい、でも、しっかり腹筋とか背筋とか体幹周りを作るとか、それに折り目をこうやってつける、すると折り目つけるとどうなるかっていうと、ストンって綺麗な一本の軸ができて、はい、ストンってなるんですよ。だそのイメージを持ってトレーニングをしてこういうジャンプをする。でもうちょっと深い話をしていくと、はい、速い人っていうのは地面をキックするときに、はい、この足首があまり動かない、こういうジャンプの時もどうしてもショックを干渉しようとか、はい、地面探そうとしてこうやってつま先下がっちゃう、はい、というか走った時つま先下がるなっていう。ああ、よく言いますね。つま先下げてしまうと足首の可動域が下げてしまうので、はい、こう自分ではスクッと思いっきり蹴ってるんですけど、はい、あんまりスピードに繋がってない。ああ、なるほど、それ俺だ、これが今の俺。特に野球選手とかサッカー選手とかって、あの後ろから蹴って、こういう、はい、こういう蹴って、はい、よく言います、よく言います、これこういうガニ股になっちゃう、はいはい、っていうのは、結構足首で最後に蹴り切っちゃう。人間の足って、するとい脛骨引っ張る骨があって、こういう風についてるんですよ。なので、内側にこう、内返ししやすい、捻挫するときはこう、内側にそういう風に人間の構造があってます。なので、最後まで一生懸命自分で蹴ろうってするとこういう走りになってしまう。なので、自分の思っている 100% の力と推進力 100%、感覚に 100% になるっていうのは必ずイコールではない。なので、陸上選手かなり リラックスして走れるようになったんですけど、はい、そのリラックスって難しいじゃないですか。超難しいです。そのふやーってすることじゃなくて、ピンポイントで力、はい、はい、力のなんかオンオフが上手にできるのがリラックスじゃないですか、はい、だからそれをこう、やっぱりなかなかわからないと思うんですよね、球技とか、はい、なので、それを覚えるためにこういうジャンプを練習をする。とりあえず、綺麗な姿勢をまず作る、はい、僕らがよく言っているのは、耳と肩とこの腰骨ですね、はい、大転職なんですけど、はい、ここと膝とくるぶしが一直線、はいはい、そのまま落ちてポン、あ、で今のだとここが、はい、よいしょ、はい、
込んで、よいしょ、飛ばないように、若干、かかとからこうやって落ちていくんですけど、かかとが突き刺さるところで、はい、ゲースケアを使って、やります。片足もいいですか。はい。でも今のは、これで飛んで。ああ、こうよいしょ。はい。やっぱ子供とかやるとそれがどうしようここで膝クッションでそうこの良い一緒になっちゃうクッション使わないそう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 ああ、エアル君これ僕の一番嬉しいことやっぱ自分でやった時の感覚が良かった時にどうですかって良かった時があそうですねそれがやっぱり、はい、コーチと選手の、はい、リスペクトポイントはなんか、はい、こういう段差があると高く飛べた方がかっこいいじゃないですかああ、そうなんか、なんで俺余裕だぜみたいな、こうやってなんかちょっと鋭角欲しいそれじゃないんだよね、はい、そもそもここで綺麗な姿勢を作って出せるのが今の君の力だからなんかここで余裕出してなんか高く飛べるよみたいなのはいらないいらないいらないそう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 右はできるこれを試してやるんですよそうですそうですその連続ができるとはい、最後までご視聴ありがとうございましたそれでは皆さんまたのご機会にさようならあ、こっちだ